時事ネタジジイのニュースなんでもござれ。この番組はアマチュアゴシップ記者 DJ 刺激クシスト見せ場ニストの時事ネタジジイが世を賑わす芸能スポーツニュースを鈍い刃でねじ切る番組です。どうもこんばんは、土屋正美です。土屋正美です。私一風堂というバンドのボーカルをやっておりました、絶対こんな人ではないと思いますけど、土屋正美さん登場いただきました。スミレセプテンバーラブという曲が有名でございます、一風堂ね。土屋正美さん、いろいろアイドルとかですね、歌手にのプロデュースもされておりまして、まあ元気かなということで投げかけてまいりました。なぜ土屋正美さんが登場したかどうかと言いますのは、また、勘のいい方はニュースで聞けばわかるということで、実はですねお詫びして、おきたいのが、実は先週のですね、吉田沙保里さん、なぜ、登場したかというのを言い忘れてました。すいません、本当申し訳ございませんでした。最後まで聞いたのに答え言わなかったんじゃないかというメールは届くかどうかはお楽しみということですね。私だけのお楽しみです、それは。なぜかと言いますと、最初の1個目のニュース、同時に、完全試合とトリプルプレーが、発生いたしましたというニュースがキーでございます。トリプルプレー、30冊と書きますね、まあ、なかなかちょっと、際どいワードでございますけども、30というのは三重、なんと吉田沙保里さん三重県出身ということですね。そこをかけたということで、分かりましたよね。これなかなかね、これ分かると思います。皆さんにとってはそんなに難しくはない。今回の方がですね難しいかもしれません。土山さんみたいな登場いただきありがとうございました。それでは、張り切って2つニュースをお送りいたします。MLB 大谷翔平がメジャー史上初の珍記録、先発投手が1球も投げずに2度も打席に立つ、フルカウント。はい、これですね、日本時間21日の、ゲームです。アストロズ対エンゼルスの、ゲームですね。大谷翔平亭主元気で留守がいいということで、そういうことわざもありますけれども、亭主元気で留守がいいということですね。亭主は、元気に働いて、ずっと留守をしていた方が神さんは楽だと、その方がいいというような内容でよろしかったでしょうか。もし間違っておりましたら、ggntgg.everything@gmail.com へ、お便りをお待ちしております。あ、そういえばですね、YouTube でのコメント実はいくつかございまして、すごいというですね、2回に分けて、ありがとうございます。そして松本さんなのに浜田はちゃん付けなのかということでですね、これは松本さんと浜ちゃんという言ったところではございますけれども、ダウンタウンの話ですね。特に、意図はありません。まっちゃんと浜ちゃんという時もあれば、松本さんと浜ちゃんという時も、あったりしましたね。基本これカンペがないものでございましてですね、その時の思いつきを言っているところでございましてですね、鋭い、そこをね、実はこれ私ですね、松本さんと浜ちゃんと言っている時に、あ、私、松本さんなのに浜ちゃんと言っちゃったって、これ実は本当に思っておりまして、まさかそういうツッコミが来るとは思わなかった。これはあいたたたということですね。お便りありがとうございました。今後ともご贔屓をよろしくお願いいたします。というわけでございましてですね、エンゼルスの大谷翔平投手、メジャー史上初めてとなります珍記録を打ち立てました。1番ピッチャー兼 DH のリアル二刀流でスタメン出場しました。この回、初回ですね、打者一巡の猛攻で2度も打席に立ちましたということです。これ2回目のですね、第1打席はフォアボール、その後に第2打席は確かツーベース、タイムリーツーベースですね、2点タイムリーということで、なんと1回も打席に立たずに大谷がなんと打点も記録しちゃって2度も打席に立つという、こんなことありますかね。
なかなかないですよ本当に。大谷翔平投手ですね、まあ、大谷ルールという、ルールもありまして、ピッチャーで登板した後、降板した後もですね DH として、打席に立つことができるようになったというルールも制定されたということですね。制定という言葉が出てきませんでした。これもちょっとね800歳もなりますと、ものの1個や2個がねポッと出てこなくなりますよね。まあ多めに見ていただきたいというところでございます。MLB 公式サイトのサラ・ラングス記者はスポーツデータを提供するアメリカのエライアススポーツのデータに基、データを元にしたところによりますと、先発ピッチャーが一度も投げない一球も投げないうちに二度打席に立つのは、これちゃんと顔を上げて言いますね、1900年以降史上初めてということです。1989年にトム・ブラウニング選手が初回に2度打席に立っているものの、これは1回裏だったということで、1回表に先に打席に立って、2度も打席に立って、かつこれも打点上げてますからね、史上初ということです。もうこれからももし見られるとしたら大谷だけだろうということで、思っております。ぜひ、大谷さん、頑張ってほしいというところで、まあこれね勝ち投手にもなりましたので、これからまた、活躍を期待しましょうということで、次のニュースに移ります。土屋太鳳、視力低下感じてメガネ店へ、視力、検査の結果 2.0 という、これは、デイリースポーツですね。はいはい、やってまいりました。わかりましたか皆さん。もうタイトルで分かっちゃった人、勘がいいですね本当。なかなか難しい問題だったかもしれませんけども、土屋まさみさん登場いただきましたのは、土屋太鳳さんのニュースを、今日お送りするということで、土屋さん、土屋太鳳、ね、しか思いつかなかったということで、思いつかない、土屋まさみさんがいいかなと思って登場いただきました。ありがとうございます。土屋太鳳さんとの関係は、まあ、特になさそうだなと思っているんですけど、もし関係があるとなった場合は、まあ、YouTube のコメントとかですね、メールお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。さて、もうタイトルで答え分かっちゃいましたね。視力が 2.0 だったというところが、もうオチも言っちゃったんで、これ文章読まなくてもいいかもしれないですけども、女優の土屋太鳳さん、フジテレビ系列のポップアップという番組で、目が見えにくくなったことからメガネを作りに行こうとしたところ、てんてんてんということですね。この前に、朝比奈彩さんというモデルの方ですね、これ方が、VTR で登場して、この人もですね視力検査やって結果を見たら 2.0 だった、絶対目は悪くないのになんで、メガネ、を作らなくちゃいけないんだみたいな、一緒に、あ、違います、失礼いたしました、一緒にメガネを買いに行った時のエピソードを、紹介したということで、あ、これは朝比奈さんが土屋太鳳さん、あ、これは今読み間違えてたことを今分かりました。私、朝比奈さんも一緒に、メガネを作りに行ったら朝比奈さんも 2.0 だったと思っていたんですけれども、これちゃんとね、これまた2度3度読んだらですね、実際の意図している文章が分かってくるということですね。気づき、これ皆さん分かった？ちゃんとこう理解したいときは文章何回か読んでゆっくり読んだ方がいいかもしれないですね。こういうふうにですね、はっと、気づくことがたくさんある人生でございますが、皆さん良き人生をお送りください。朝比奈さんが付き添いで行った時に結果を見たら 2.0 だったと、絶対目が悪くないのになんで眼鏡って、本当に目が悪かったのかなとコメントしたと。その後に土屋さんが、最近見えづらいと思って前に作ったメガネもぼやけるし、新しいものを買おうと本気で測ったら 2.0 と言われて自分も本当にびっくりしましたと苦笑いです。アルコ&ピースの平子さんも、本当はもともと 4.5 ぐらいあったんですか、なんでやねんというツッコミを、したと、したかしてなかったかは知りませんが、なんでやねんというアルコ&ピース平子さんも登場いただきました。ありがとうございます。まあ、0.7 ぐらいかなと思っていたけれども、ひょっとしたらメガネを作った時より逆に目が良くなっていたのかもしれませんねという、そんなことあるのという山崎アナウンサーの、リアクションもあったということでございます。まあ、確かにですね、私も、
最近目が悪くなっております。最近ですねコーチラフェスという音楽フェスがありまして、その前からちょっと薄々感じてはいたんですけども、私あの巻きと言われました。コーチラフェス見ていましてですね、すごいリアクションをツイッターにバーって書いておりました。なんか、いいねいっぱい欲しいなとか、まあすごいですね、あの腹黒いと言いますか、まあ、そういう下心もありつつ、世界からも読まれたらいいなとか、ジジネタジジイみんな聞いてほしいな、これで認知したらなとか思ってたんですけど、全然リアクションはなかったんですけどもね、あただの独り言で終わった。それもねジジネタジジイらしいね。皆さん分かってくれますか。本当に言いたいのは、私最近追廃ですという話は言いたかった。もう話が長いですもんね、ジジネタ本当に前置きが。というわけでですね、いかがでしたでしょうか。今日はですね外ちょっと晴れ間が見える暖かい気候でございますけれども、だんだんと、年がですね押し迫ってまいて、押し迫ったというか、あの3分の1終わりますから、ね、終わりましたから1年の、もう2022年あっという間だよ。わかる？本当この気持ち、この気持ちは何だろうということですね。もう春も終わりに差し掛かってきてはおりますけれども、これからも穏やかな心でやってまいりたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それではさよなら。